初演の時はもうちょっと恥ずかしそうにしてたような気がするんですけど、本当ですか？今日堂々としてらっしゃいましたね。だいぶこの格好は慣れたとですかね。この紛争ができることにやはり喜びがありますし、そして自分の、誇りにも思います。だからその思いが多分どっかしらが現れてるんですかね。はい、この舞台のために筋肉どれくらいこう、このために鍛え、今回は半年間、計画的に、半年前から計画的に作ってきたつもりです。こう半年かけて作ってきた体をご覧になって、ハルマと、そしてエンジェルスは一番体に気をつけて、食事、はい、そしてトレーニングをずっと稽古前も稽古後もしてるのを見てたので、これをようやくお客様に見せて、お客様がキャーというのを私たちも聞きたいという気持ちで、なんか前回の初演とまた違う体作りしたんでしょ。そうだね。どう違うんですか。割とこう洗練された体を見せたかったので、以前は割とこう筋肉質な大きな体を目指していたんです。ドラッグクイーンとして その魅力としてはやはり美しい肉体っていうのも必要不可欠だと、そのお客様に見せるためにはっていうふうに思っていたので大きくしていたんですけど、今回は割とその美を追求したというか、なんですかね、ちょっとおかしなことだったのかな、はい、大事なことだ、その曲線をきれいに見せるため その体作りをこうしてきたつもりです。みんなそれぞれインナーマッスルを鍛えたと思います。ゼリーをはじめ、ゼリーだけではなくて、今までキンキーブーツをその走り続けていたそのキャスト、そしてスタッフの皆さんにも大きく感謝したいですし、そして日本のスタッフの皆さんにも本当に大きく感謝したいと思います。こういう機会をいただけているのはやっぱりお客様の、そうだね、関心と、そしてそうですね、エネルギーっていうところが大きくあるので、お客様がいなかったら僕たちもこうして力強く毎公演毎公演できないので、この3演もお客様のご支援あってだと思うので、すごくすごくそこは感謝したいと思います。本当に僕たちもその心待ちにこの瞬間を待っていました。作品の大きなテーマ、互いを受け入れるという、そういう大切なテーマがふんだんに込められた作品になっています。素晴らしい音楽とともに、ストーリーを楽しんでいただけたらと思います。ぜひぜひ、会場に足を運んでください。よろしくお願いします。